K2 池袋所刑事課、神崎、黒木は横関大による日本の小説のシリーズ、講段社より2014年10月から刊行されている。性格も価値観も、捜査方針も、正反対の二人の刑事が池袋の町で巻き起こる、凶悪事件に挑む様を描く。2020年、山田涼介主演でテレビドラマ化された。2010年から2014年の、 小説現代に掲載された短編6編と書き下ろし短編1編を収録した第一作、K2 池袋書刑事課、神崎黒木の単行本が2014年10月22日に講談社から刊行された。2019年3月15日には新たに短編1編を増補した講談社文庫が刊行された。2020年9月3日、第二作、 帰ってきた K2 池袋所刑事課、神崎、黒木の単行本が刊行された。横関が2012年に上司した、チェーンギャングは忘れないに、脇役として登場した神崎と黒木が、本シリーズでは、主役となる。チェーンギャングは忘れないの二人は34歳で、神崎が既婚者だったのに対し、K2 池袋所刑事課、神崎、黒木は、 神崎の独身時代の話から始まる。2020年、黒崎くんの言いなりになんてならないの漫画家、牧野が描き下ろした神崎と黒木のイラストが、書店向けポップ広告に使用された。K2 池袋書刑事課、神崎、黒木と、帰ってきた K2 池袋書刑事課、神崎、黒木、両方に登場した人物の未記載。キワド、イフタリ K2 池袋書刑事課。 神崎、黒木のタイトルで、2020年9月11日から10月16日まで、TBS テレビ、金曜ドラマの金曜22時22時54分に放送された。主演は、本作が TBS 系列の連続ドラマ初主演となる、山田良介。テレビドラマ版では、原作の、勲章、遺言、因縁の一部エピソードが使用されているが、 多くがテレビドラマオリジナルの話となる。テレビドラマ第1話で黒木が神崎に自分たちが異母兄弟だと語るシーンも原作にはない。キャッチコピーは助け合うから人間だろ。主要人物警視庁池袋所刑事課その他ゲスト際はどくなぎたい男のタイトルで動画配信サービスパラビにて本編放送後に毎週配信。諸星一郎を主人公に 20代社会人としての葛藤や、その末に出会った一人の女性とのロマンスなどが描かれる。キャストスタッフ配信日程、キワド、イフタリ K2 池袋書刑事課、神崎、黒木に関するカテゴリー、キワドくなりたい男に関するカテゴリー、ありがとうございます。